西村大臣です。政府に従わない飲み屋は締め上げます。まず、酒類卸に協力させます。さらに、銀行に行って金を貸すなと命じます。それでも従わない飲み屋なんてないでしょう。飲み屋の店主です。金融機関を持ち出すのが異常。よくこんないじめ方をするんだなって。飲み屋のオーナーです。政府が庶民に圧力って絶対やってはいけないと思います。知らん帽子がこざらたたいてちゃん聞きおけさ。おけさせつまややや。